通信衛星、通信衛星、通信衛星とはマイクロ波帯の電波を用いた無線通信を目的として宇宙空間に打ち上げられた人工衛星である。CS や COMSAT、COMSAT などと略される。その出力が大きく、使用目的が人工衛星から直接放送するものを放送衛星、BS または DBS という。 現在ほとんどの通信衛星は静止軌道または純静止軌道を用いるが最近は低軌道や中軌道の衛星コンステレーションを用いる通信システムもある。ロシアは地理的に高緯度であることからモルニア軌道の通信衛星を用いる例もある。通信衛星は光ケーブルを用いた海底ケーブルと双方的な技術を提供するものである。 近年の大容量化が進んだ海底ケーブルに比べて、通信衛星は伝送能力が低く、遅延時間も大きいことから、2015年時点では国際通信のほぼ99%を海底ケーブルが担っている。通信衛星はアーサー・シー・クラークが初めて提唱したものとされるが、の1928年の先行作品に基づくものである。 クラークは1945年にワイヤレスワールド誌で地球外の中継機と題することを表し無線信号を中継するために人工衛星を正式軌道に配備する方法の基本原理を説明したことから一般にアーサー・シー・クラークが通信衛星の発明者として知られた。地上から送信された電波信号を衛星で受信して電力増幅し 氷徳のアンテナにより、地上に向けてダウンリンクする濃度型衛星の開発が行われた。テルスター衛星は、初めての濃度型通信衛星である。ベル研究所で開発された C バンドのトランスポンダを装備していた。この際のアップリンク 6GHz 帯、ダウンリンク 4GHz 帯という周波数の組み合わせは、その後広く通信衛星で用いられるものとなった。 この衛星は1962年7月10日、NASA により、ケープカナベラル宇宙基地から、初の民間企業がスポンとなって打ち上げられた。テルスター衛星は2時間37分で周回する、軌道傾斜角45度の楕円軌道、遠地点約 5600km、近地点約 950km に投入された。テルスターは AT&T に所属するがこれは、AT&T。T ベール研究所、アメリカ航空宇宙局、イギリス郵政省、フランス郵政省間の衛星通信技術を開発するための多国間合意によるものである。その後、トランスポンダの数や帯域を増やし送信電力も高めたリレー1号衛星も1962年12月13日に打ち上げられた。このリレー1号を用いて1963年11月23日に 行われていた初の日米間テレビ伝実験中に、ジョン・ F ・ケネディ米国大統領の暗殺事件が報道され、その映像は当時のテレビ視聴者に強い印象を与えた。シンコム1号は最初の静止通信衛星となる予定であった。1963年2月14日、ケープカナベラルから人工衛星打ち上げ用、中型ロケットデルタ B16 号機で、 シンコム1号が打ち上げられたが、電子炉が故障、静止軌道に向かう途中で沈黙した。同年7月26日、デルタ B20 号機でシンコム2号が打ち上げられた。ただ完全な静止状態ではなく、メキシコ沖の大西洋上空で八の字に動いていた。アメリカ航空宇宙局による音声、映像、テレタイプ端末、ファクシミリのテストに成功している。 帯域幅に制限があるため、映像中継に音声はつけず、その品質は良くなかったが、主張は許容できる範囲であった。1964年8月19日、デルタ D25 号機でシンコム3号が打ち上げられ、問題なく太平洋の日付変更線上で静止。同年の東京オリンピックにおいて、日米間のテレビ画像伝送が、 シンコム3号を用いて実施され、通信衛星の有用性を広く世界の放送、通信関係者に印象づけることとなった。1964年、静止通信衛星による国際通信網を運営するための国際共同の組織、インテルサットが日本や米国を含む18カ国で作られた。インテルサットは1965年に、 インテルサット i 号シリーズの衛星を打ち上げて商用の国際衛星通信サービスと開始した。ソビエト連邦はモルニア衛星を使ったが1973年に打ち上げられたカナダのアニク1号は世界初の国内通信用の静止通信衛星であった。低軌道衛星は軌道周期が1日より かなり短い低高度の衛星で上空を通過する時間のみが通信可能で通信可能範囲を広げるために多数の衛星を必要とし一群の衛星を連動して稼働する場合に衛星コンステレーション賞する GPS 衛星や携帯電話サービス用の衛星電話のイリジウムなどが該当する 衛星内部にルーターを搭載することによって、移動体感で通信したりインターネットに接続が可能。イップスターなど、主に正式軌道上から他の軌道を周回する衛星や、宇宙船から通信を中継する。TDRS など。放送は、技術的には通信の一形態であるが、日本では一般大衆向けを放送。企業など、認可団体の限定者向けを通信。 として、厳格に区別し、用いる人工衛星もそれぞれ専用のものを使用していた。直接放送衛星、DBS による放送、衛星放送、BS 放送は、放送用に設計された高出力の人工衛星を用い、家庭の小型 DBS 用アンテナに向けて直接送信する。放送衛星は、KU バンド、k u ン d 軽バンドのもで 12GHz から 18GHz の高い方の周波数を用いる。1989年、平成元年10月1日に放送法が改正され、企業や業者向けの番組、プログラムを送信など、特定目的以外の利用を禁じていた通信衛星を利用した不特定多数への直接放送、CS 放送が可能になった。1996年、 平成8年に CS デジタルプラットフォーム事業者の日本デジタル放送サービスが CS デジタル放送事業のパーフェク TV を開始し、総務省は2009年平成21年2月に CS 放送のうち放送衛星と同じ時計110度に打ち上げられた通信衛星のエノサット -110 を利用するスカパンなどの衛星放送を法制度上、 特別衛星放送として BS デジタル放送と普及計画を一本化したスカパープレミアムサービスなどの通信衛星を使用した衛星放送は一般衛星放送として扱われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。